はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はねこちらのねクラウン、204のハイブリッドの200ですね。こちらのクラウンの方の、APF そしてエアコンとスラッチナイザーをやっていきます。なんか久しぶりのねような気もしますね。一時はねもう毎日のようにねなんかそういった作業が入ってましたけど、最近ちょっとね仕事も落ち着いてきて、まあ、動画の方をね見ている視聴者の方も分かると思いますけど、結構自分とこのね車の修理だったりとか、まあ、違うことやったりとかっていうのがねずっと続いてたんで、で今回ねこちらのお客さんですけど、今回はね岡山県の方からねわざわざご来店いただきました。遠いとこねわざわざありがとうございます。それではねこちらの作業の方やっていきますので、皆さんご視聴の方をお願いします。それではねまずはねスラッチナイザーの施工の方からね作業していきますね。まずエレメント部分のね蓋を開けて、エレメントの取り外しと、まあ、エンジンオイルの抜きといいですね、こちらの方をやっていきます。でエンジンオイル、まあ、抜いてる感じはまあちょっと汚れてるかなっていうところですね。でまあオイル管理の方はね悪そうな雰囲気はなかったです。でスラッチナイザーですけど、まあねあのフラッシングの溶剤みたいなものなんですけどね、要はエンジンが温かい状態で、まあ、エンジン内部にねこのスラッチナイザーの溶剤を送り込んでいきます。で送り込んでいって、まあ一定時間中で溜めておいて、汚れを浮かせて回収したり、入れながら回収したりとかっていうようなねあの動きをしますね。でエアーをねチャックをつないでて、まあ、エアーのね3キロぐらいですかね、まあ、それぐらいのね圧力がかかってます。だからアイドリングのまあ約 1.5 倍ぐらいの圧で、まあこの溶剤を流していってっていうところですね。でこういう風にね専用のジグをエレメント部分と、まあ、オイルのねドレンの部分ですね、そちらの方に装着をしてます。で今ねどんどん溶剤を入れてます。で溶剤を入れてね今からこうやって回収の方をしていくと、でまあ入れながらね吸ったりとかっていう感じですね。あと入れて溜めて吸ったりとかっていう感じ、まあ先ほども言いましたけど、そういった感じの流れをねまあ10分少々ですねやっていくっていう形ですね。でスラッチナイザーにねあの小中大みたいなボタンがあるんで、まあ、このタイプだとこのぐらいのね車の油量が入るんだったら台みたいな感じのセレクトですね。でそれでやってね、まあこういう風に回収していくことで、まあ、中の汚れをね、まあ、取ると。でオイル管理が悪いので、例えばねずっと変えてないのだと、例えばオイルをそのまま抜いて、でオイルをそのまま入れると、ね、レベルゲージを見たらねそれだと真っ黒なパターンって多いですよね。オイル変えたのにもかかわらずね中の汚れがひどすぎてっていう、だからこういうのをするとね、やっぱりね、ずっと変えてなくても、レベルゲージをその後見ると、まあ綺麗になるっていうところですね。まあ、この車はね、全然ね、オイル管理は問題ないんでいいんですけど、ほんとね、2年ぐらい変えてないような車とかってなると、それだけ凶悪な感じになったりすることはあります。で、こちらね、あと回収ですね。オイルパンの中に残った溶剤を回収して完了です。そしてね、こちらのね、溶剤ですね。こちらを入れます。これはね、あの、遅効性のフラッシングの溶剤と、まあ、あと金属同士の摩耗とかね、そういったのを抑えるっていう、まあ、極圧剤みたいなやつですかね。そういうのが入ってます。ですので、まあ、こちらの方に入れて、まあ、エンジン保護と、あと、まあ、取り切れなかった汚れ等があればね、最終的にこれで綺麗にしてしまうっていうイメージですね。まあ、次回のね、オイル交換の時に結構汚いのが出ると思います。次はね、ATF の交換ですね。一応ね、電気式 CVT っていう名前で、使うフルードが ATF っていう風になってます。だから厳密に言うと、まあ CVT なんでしょうけどね、まあ CVT フルードを使うっていうわけではないです。で、こちらの方ね、抜き取ってサンプルを回収します。まあ、意外にね、思ったより汚かったですね。ハイブリッドは割とね、綺麗なんですけどね、これは7万キロです。本当ね、車種にもよってね、7万キロぐらい走っててもね、まだ全然新油みたいなのとかもたまーにあるんですけどね。まあこんな感じで結構汚れてますね。基本的にはね、まあやっぱりハイブリッド系のね、CVT はやっぱり汚れない印象がありますね。例えば FF 系のタイプなんかでもそうですけど、まあ、一発目はね、まあ汚れてるパターンもたまにありますけど、綺麗なのもやっぱありますね。で、こういうタイプですよね。縦置きの CVT みたいな感じですかね。このタイプとかでも、まあ綺麗なのは綺麗。で、今回のはね、まあ割と汚れてるかなっていう印象ですね。通常のね、ガソリン車とかと比べると、まあ全然綺麗なんですけどね。で、まあこちらのね、オイルパンを外しますけど、大体このタイプって貼り付いてて取れないんですよね。ですのでね、まあ気をつけながら外して、あとね、いきなりポンって落ちたりするといけないんでね、やっぱりネジを何山かかませて、まあ、脱落した時にそこで引っかかるようにしてやるっていうのが大事です。で、こちらストレーナーの方を外して、
で、まあ見てもらうと分かりますけど、まあ鉄粉がついてますね。こんな感じでね、ちょっと掃除すると、まあネズミ色のね、あの鉄粉がバッと取れるっていうところなんで、まあまあ汚れてるっていうところでしょうね。それではね、こちらの方も綺麗にしていきます。まあこの車がね、なんか走行してて、まあね、一定の速度の時にアクセルを抜いたりするとね、まあ変速のショックみたいなのが起こると。まあ大体アクセルを踏んでアクセルペダルをね、離すと、あのギアがまあ変わったりする関係とは思いますけど、その時のショックがね、なんか大きい時があるっていう風に言ってました。ですのでね、こちらをね、まあ交換してやることによって、掃除してやることによって、まあ治ればね、ラッキーかなっていうところですけどね。でこちらのね、オイルパンにはね、マグネットが4個ついてますね。で、こちらね、まずガスケットの方を外して、で、あとね、マグネットの清掃をしていきますけど、マグネットの方をね、取ってね、まあ見てもらうとわかりますけど、結構山のようにね、こう分厚く鉄粉がついてるっていうイメージです。で、こうウエスでね、拭き取っていくと、こんな感じでね、鉄粉が結構ついてると。で、これがだから4つのマグネットにそれだけついてるっていうことなんで、まあまあね、汚れてますね。だからまあね、やっぱりね、こうずっと書いてないんだったら、一度はやっぱり開けて清掃するっていうのはね、大事じゃないかなと思います。で、こちらのね、マグネットの清掃の方をして、で、ね、またオイルパンの方の清掃もします。で、オイルパンはね、清掃するときはね、まあ見てもらうとわかりますけど、ね、ちょっと一瞬だったんですけど、あの、鉄粉がね、あのそれなりに張り付いてます。色がね、黒いオイルパンなんで、ただわかりづらいだけでね、それなりにね、汚れてますね。で、フロー部分の中とかね、もう結構鉄粉が溜まってるんで、その穴の部分をね、しっかりとね、掃除して、まあ綺麗にすると。で、まあよくね、質問で、オイル交換、まあフルード交換ですね、をして、その圧縮交換が終わったりとか、まあね、交換をした後に、こういう風にバラして掃除した方がいいんじゃないんですかっていう、まあ意見もね、まあたまにいただくんですけど、先にね、掃除をしておいた方が、鉄粉が浮いてくる量もね、少なくて済むっていう部分で、まあ使うフルードのね、量も少なくて済むと思ってます。あとね、やっぱり最終的にじゃあ全部ね、終わった後っていうのは、じゃあオイルパンの中にまたね、綺麗なオイル、まあフルードですよね、が溜まってる状態になるんで、今度それをバラした時にね、掃除したりすると、まあその親友のように綺麗になってる状態をまた捨てなきゃいけないっていう状態にもなりますよね。だから個人的には、まあ先にね、清掃してから組み上げるっていうのが理想的ではないのかなと思いますね。やっぱりね、この、ATCVT 本体側にもついてる鉄粉とかね、オイルパンとかね、あとマグネットについてる鉄粉とかが親友が入った時にね、浮いてきて、いつまで経ってもね、鉄粉が取れないっていうんだったら、どれだけフルードを使ったらいいのかっていう話にもなりますので、まあ先にね、多分掃除をしてから、まあ、交換した方がいいんじゃないかなって思います。まあこれはね、正解かどうかって言われるとね、どうなんでしょうね。自分的にはそういう風に思ってるっていうとこですけどね。で、あとね、オイルパンの方の組み付けして、で、このマフラーですね。マフラーのボルトの方には、一応ガジリ防止のね、グリスの方を塗ってます。またね、再度この組み付けた時に、まあ、バラす時にね、まあ外れなかったりとかっていうトラブルのないようにね、ガジリ防止のグリスを塗ってますね。で、こちらのね、ドレーンの方を外していきます。で、ここのね、ドレーンのボルトって一番最初に外した時にね、だから新品のね、パッキンってつけてないんですよね。こういう風にもう一回外すっていうのが分かってたんでね。だからまあ流れ的にはさっきのね、ドレンの部分に専用のアタッチメントをつけて、で、こちら親友の方を入れてます。で、ちょっと親友をね、5リッター入れていたら途中でね、なくなったんで、あと残り2リッター入れてね、一応5リッター総数でね、5リッター入れるっていう形に持っていってます。で、こちらのね、充填が終わったら、整備モードの方に移行します。で、こちら整備モードの方にね、持っていったら、あとはエンジンをかけてアイドリングをするっていう流れです。それではね、抜き取り1回目ですね。一応ね、流れとしては、新油を入れて、アイドリングを30分以上して、そしてね、抜き取りをする。そしてまたね、新油を入れて、アイドリングを30分して抜き取りをすると。まあ圧送交換で言うと圧送交換が終わって30分アイドリングして圧送交換してっていう流れですね。まあそれをまあね、圧送ではないですけど、まあ手動でね、ドレーンアウト式みたいな形ですね。まあ、ドレーン自体はもう外してないです。そのままアタッチメントでね、吸わしてるっていうイメージなんで。だからまあこういう形でね、やってます。だから希釈式みたいな感じっていうか、まあドレーンアウト式でね、やる方なんかは、まあこういう感じのイメージでやっていただければ。だから DIY なんかでやる人なんかは、ドレーンをね、外して抜いて、で、上から抜いた分だけ入れて、ね、30分ぐらい回して抜いてっていうのを繰り返して綺麗になるまでやるっていう方法でもいいと思います。
要はね、もう先ほども言ったかもしれないですけど、真油の効果でね、汚れがね、浮いてくるんですよね。だから、見た目が綺麗になってもアイドリング時間が短いと、汚れをね、浮かしきれる前に終了しちゃって、走行中にね、汚れがいっぱい浮いてくるっていうことで、まあ、トラブルの原因になったりします。だからよくある希釈式 ATF チェンジャーなんかはね、まあ、例えば何リッター入れる、まあ、例えば10リッターってセットをしても、いきなり10リッター行くわけじゃなくて、例えば2リッターね、抜いて、2リッター入れて、2分ぐらいアイドリングして、で、また2リッター抜いて、2リッター入れて、2分ぐらいアイドリングして、みたいなイメージです。それだとね、まあ、綺麗にはなっていくんですけどね、汚れが後々浮いてくるっていうところですね。だからいかにね、アイドリング時間を長く置くかっていうところでね、汚れを浮かせるか。っていうところがね、大事なポイントじゃないかなって思いますね。まあ、あとはね、オイルパンがバラせる車種であれば、できるだけバラして掃除をすることはお勧めしますね。その方がね、使うフルードの量も最終的には減るんじゃないかなって思うのと、まあ、ちょっとでもね、故障のリスクを抑えるっていうところもあるんじゃないかなと思います。で、まあ、あとはね、この抜き取りをしながら、まあ、抜き取りのね、色味、あと抜いてる中に鉄粉の泳いでる感じとかっていうのを、ね、見ると、だからまあ色味とかはね、もう何回かすると大体綺麗になってくるんですけど、キラキラしているのがね、泳いでるかとかっていうのをしっかり見てもらって、まあ、そこでね、いいとこまで持ってきたら終わると。で、まあ良さそうなんで、最終的にこちら締めのね、和構図ですね、をやります。で、その締めの和構図をするときに、こちらのね、今ドレーンの方の部分ですね、こちらを外します。で、ドレーンの方を外して、ドレーンのパッキンは新品に変えて、こちらをね、装着します。これなんでこんなことしてるかっていうと、今度ね、油量の測定を最終的にしないといけないんですよね。だから今こうちょっと外している部分ですね、こちらがフローの方になるので、今度はこちら側にね、アダプターの方を装着して、で、油量をね、フルードですね、を入れて、で、最終的にね、抜き取り調整をして終了になるっていう流れになります。そしてね、締めの和構図で5リッターですね、こちらの方をまあ充填して、で、あとはね、またちょっとアイドリングを回して、で、もうね、あとはそこで止めて、あとは冷やすだけですね、ひたすら。で、測定温度がね、まあ30度から40度になってますので、まあ今の時期だったらね、まだ寒いんで冷えやすいんでね、まあすぐ冷えると思います。で、こんな感じで扇風機でね、できるだけまあ時短ですね、やってます。夏場なんかはスポットクーラーなんかで冷やしたりしてますね。で、まあね、あとエンジンをかけてね、ギアをガチャガチャ動かして、そしてね、こちらの方、抜き取り調整ですね。で、先ほども言いましたけど、30度から40度域で測定するっていうところです。で、こちらサンプルの方を回収して、あとはね、まあ適化したタイミングでもうあと閉じてもらえば大丈夫ですね。で、こちらパッキンの方も新品に変えて閉じてます。そして次ですけど、次はエアコンメンテナンスですね。で、吹き出し口ですけど、まあ 4.5 度です。まあ非常に冷えてます。外も冷えてます。まああんまりね、参考にはね、ならないんですけどね。で、ガスのね、規定量ですね、550g で、まあ、入っていたガスはね、410g で 140g 少ないっていう結果です。だから結果として内容としてはね、まあ悪くはないですね。で、右上の方のね、画面の部分に POE っていう表示に変わってるんですけど、普段はね、PAG っていうね、状態でしてます。で、電動コンプレッサー等はね、オイルの種類が変わりますので、必ずモード切り替えですね。で、モードを切り替えるイコールホースの中の洗浄はするように、このね、機械はできてますので、ホースの中を洗浄している状態でするんでね、オイルが混ざるっていうことはないんでね、まあ、そこは問題ないですね。まあそういう風にね、ハイブリッドとかガソリン車ね、あと電気自動車等ね、まあ、コンプレッサーのね、オイルがね、電動とね、ベルト駆動で違うんで、まあそこのね、間違い混ざったりとかっていうのね、ないようにしないといけないです。POE のオイルをね、ベルト式の方に入れる分は問題ないんですけど、逆のパターンがね、いけないんでですね、まあ、そこをね、まあ気をつけてもらうっていうところですね。で、こちらね、ガスの抜き取りが終わったら、今からフラッシングの方をね、やっていきます。はい、じゃあね、今からフラッシングの方をしていきます。液化したガスで、まあ、配管の中の洗浄をしていきますね。で、まあ、配管の中は汚れとか、液パンのね、詰まりとかが、まあ、取れたりすることもあります。あと、古いコンプレッサーオイルですね。そちらの方を回収するので、まあ、真油のね、コンプレッサーオイルを入れると。だから、まあ、コンプレッサーの、まあ、オイル交換ができるっていうのがね、まあ、一番のメリットじゃないかなと思いますね。
まあ、今回ね、お客さん、まあ、岡山県の方からね、わざわざ来ていただいてね、もうありがとうございますね。で、なんかね、お土産をね、結構いただいたんですよね。で、まあ、岡山と言ったら、きび団子みたいな感じで言われて出されましたけど、まあ、きび団子ですね、あの、マスカット味のね、きび団子と、まあ、それ以外のね、またお土産の方いただきました。本当ありがとうございます。まあ、早速ね、きび団子の食べてみたか、ね、見たんですけど、まあ、美味しかったですね。で、まあ、オーナーさんの方はね、まあ、近所でね、出すとこを探せば多分ないことはないって全然言ってました。まあ、ただね、なんかうちの方をですね、サムさんとこ来てね、まあ、施工してもらいたかったっていうとこ。で、あと、こういう風に動画とかを見て、まあ、どういう風に仕事してるとかっていう内容もわかるからっていうところでね、まあ、うちにお願いしたかったっていうことでね、今回ま、出していただきました。ありがとうございます。まあ、そういう風にね、本当同じような仕事をやってるとこはもういくらでもあるんですけど、前ね、来てもらったお客さんが言ってくれたのが、まあ、ね、作業はね、どこでもできるとこを探せばあるかもしれないけど、まあ、誰に出すかがね、重要だっていう風に言ってくれたお客さんがいるんですけど、まあ、そういう風にね、思っていただけるとね、非常に光栄でありがたいなっていうとこです。で、まあ、オーナーさんの方もね、なんか前日入りしてたみたいなんで、ね、あれだったらね、なんか誘って飲みにでも行けばよかったですね。なんかね、せっかく来てもらったんでね。まあ、こんな感じでね、結構サムさんはね、せっかく来てもらったんだら、まあタイミングが合えばね、ご飯行きましょう、飲み行きましょう、みたいなね、感じのことをするのが好きなんですよね。やっぱりね、まあ一度会ったら、まあ次会うことないかもしんないですけどね、まあその一回のね、出会いを大事にできればっていうところで、まあそういうのも大事にしたいんでね、まあでまたね、やっぱいろんな人と会うといろんな話も聞けるっていう部分も、まあそれも面白いしね、まあ今後のね、まあプラスになる部分もあるのかなっていう部分で、やっぱり人と人とのね、出会いって大事にしたいよねっていうタイプですよね。まあ前ね、うちのお客さんから言われたのが、まあ、お客さんからね、こうやってまあ作業料もらって、じゃあそのままね、飲みに行って儲かるんですかっていうふうなことを言われましたけど、まあ金額にもよりますけどね、まあ逆に損をするっていうと、損をするっていう言い方すると悪いですね。まあそういうふうにね、作業料以上のね、ものが出ていくことはあるかもしれないですけど、まあ、そこを気にしてたらね、飲みに誘えないですもんね。やっぱりね、楽しいことはみんなで楽しもうっていう発想でね、行くとやっぱ面白いんじゃないかなって思います。まあただね、飲みに行く飲みに行くって言ってますけどね、サムさんあんまり飲まないんでね、まあ食べるばっかしですね。で、まあ作業の方も終わりました。で、吹き出し口はね、2度ですね。まあ最初より外気温上がってて冷えてるんで、まあ効果としてはね、出てるんじゃないかなと思います。はい、皆さん今日のね、サムチャンネルいかがでしたか？こちらのね、クラウンのね、まあメンテナンスでした。で、まあそれぞれのね、まあ解説をしていきますけど、まずエアコンですね。吹き出し口温度がもともとね、吹き出してた温度が低かったです。まあ今ね、ちょっと時期的にも寒いんでしょうがないんですけど、ただ朝の方がもちろんね、寒いですよね、気温が。で、入庫は基本朝入庫してもらって、で、大体何時間か回すんで、終わった時に今昼ぐらいになっていると。で、昼の方が外気温の方が上がってるんですけど、吹き出し口は朝よりも冷えてるっていうようなね、結果になってます。だからまあ内容的にはね、良くなってますね。であとね、まあコンプレッサーオイルの入れ替えと添加剤のね、充填の方もしてるんで、まあしっかりとリフレッシュと。で、機械の方もね、PAG と POE のオイルがあるんで、まあこういうハイブリッドの場合はまたね、オイルの種類が変わるんで、施工前にしっかりとホース内洗浄してからね、施工するっていうのは大事ですね。次にね、スラッチナイザーの方ですけど、まあエンジンオイルのね、汚れは、まあ抜いた時はね、まあまあ汚れてましたけど、まあエンジンの方のね、じゃあオイル管理が悪いかっていうと、まあそんな感じはないです。で、まあ、スラッチナイザーを施工することで、エンジン内のね、まあ、汚れを取って、で、さらにね、最後に添加剤の方を入れてます。そうすることで、金属同士のね、摩耗を抑える効果であったりとか、あとね、汚れをね、また浮かせる遅効性のフラッシングのね、溶剤も入ってますので、これでね、次回のオイル交換で、またより完璧な状態になるんじゃないかなと思いますね。そしてね、ATF のね、交換ですけど、この車がね、まあ、ある一定の速度ですかね、まあ、速度域でアクセルを離した時にね、なんかまあギアがね、まあ、下がったり上がったりとかまあすると思うんですけど、その時にズドンっていうね、変速ショックみたいなのが起こるっていうのを言ってました。で、まあ、実際ね、試運転を今してきた感じで言うと、今のところはそういうのはないです。まあ、あとはオーナーさんがね、その状況を作ってもらわないと、ちょっとうちじゃね、まだ分かんないところですけど、ただやってみて思ったのが、最初のフルードの色がね、ハイブリッドってあんまり汚れないんですけど、これが走行距離7万キロぐらいなんですけどね、あんまり汚れないんですけどね、まあまあ思ったよりは汚れてたかなっていう感じだから、普通のガソリン車の走行距離と比べれば全然汚れてないんですけど、ただハイブリッドっていうので考えた場合は汚れてる方かなっていう感じでしたね。
だからまあそこからね、あの1回バラして清掃して、であとはね、まあ、交換をしていくと。でこのタイプがね、あの圧送ができないんで、まあ一応ねドレンアウトっていう形ですね。まあ、実際ドレンを外してるわけじゃないですけどね、もうそこにアダプターを挿してもそのままやってますけど、でまあそういったやり方でね綺麗になるまでやって、で最後にねハイスペックのフルードを入れました。でまあ実際に作業の時の分ですね、これ見てもらうと分かりますけど、最初と最後ですね、でまあこれだけね違うと。でこんだけ汚いっていうね、なかなかね汚れてますね。だからまあ普通のガソリン車として見た場合でいけば綺麗なんですけど、ハイブリッドとして見たら汚いっていうところですね。まあこれでね一通りはまあリフレッシャーできました。でね、まあ、またね今からまあ岡山県の方までお帰りになるということでね、まあ、また遠い道のりですけどね、まあ、気をつけて帰っていただければと思います。あのお土産の方もねいただいて本当ありがとうございます。それではねまた次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。